いらっしゃいませ。喫茶キノワールへようこそ。皆さんこんにちは。そしていらっしゃいませ。新井明乃です。私デビュー30周年を迎えたこの記念に、春から喫茶店を営業しております。喫茶明乃ワール、ホームページの方も素敵なページができております。そちらでは日替わりで私のおすすめアルバムをライナーの筒付きでご紹介したりしています。アルバムを振り返ってですね、私自身ああだったこうだったと思いながら書いております。ぜひ見てください。それから縁の深い方からのお祝いコメントもいただいています。安藤優子ちゃん、坂本真綾ちゃんはじめ、そうそうたる方々にコメントいただいております。ぜひぜひ見てください。それは私の自慢であります。東京都上空区アキノスフィア町 8-21-30 にあります。アキノワール、もし来られそうな方はぜひ遊びに来てくださいね。それでは喫茶アキノワール、おしゃべりと音楽でおくつろぎください。いらっしゃいませ。こんにちは。西原さん、ようこそいらっしゃいました。どうもお久しぶりです。本当にお久しぶりです。また来ちゃいましたけども、本当に、はい、よくここにたどり着いてくださいました。そうですね、スフィア町ね、私すごく近所なんですよ。はい、そうだったんだ。そうですか、はい、というわけでですね、アニメ音楽ライターの、はい、西原さんに今日も来ていただきました。はいはい、本日もちょっと得体の知れない男がまた参りましたけども。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。座ってもいいですか。あ、すみません、はい、どうぞおかけになってください。はい、何かお飲みになりますよね。コーヒーを。はい、わかりました。お忙しいのに本当に寄ってくださってありがとうございます。とんでもないです。ぜひ一つよろしくお願いいたします。お願いします。はい、なんかさっきすごいニュースが飛び込んでまいりまして、ゼガペインの10周年ということで、はい、ゼガペイン ADP が公開されるということで、その主題歌の羽を背中に、はい、明乃さんが歌われると、はい、でそれをなんか先ほど、はい、そのイベントでシークレット出演して、ね、したっていうことになっております。まだね、7月16日にイベントに出演されるというね。で、そこがシークレットでそうなんです。はい、シークレットでということで、出させていただくことになっていまして、どうなんでしょうね、こうシークレットと言いながら、はい、誰って言われたら、あれ、いや、そんなことはない。出てきても、あ、誰だっけみたいに言われたらすごく寂しいなと思いながら今ドキドキしているところです。いやいやいや、そんなことないですよ。ゼガペインのファンは一応知ってるけどみたいな。はい、いや、皆さんだってその、ね、出演者の名前を見てて、ロッキージャックが出るのに、うん、なんで明乃さんの名前はないんだろうって思ってた方々がね、はい、ほとんどだったと思うんで。いや、だといいんですけど、なんかそうですね、この主題歌をね、やらせていただけるということで、はい、もう途中からですね、はい、ぜひ私も入れてくださいということで、はい、お願いして、はい、ね、その会場の前半はアンフィシアターのお客さんはどんな反応が。そうですね、なんかやっぱり君へ向かう光のイメージもあると思うので、うん、新しい主題歌をどういう風に感じてくださるかなっていうのはちょっと本当に怖いっていう感じで。怖いです。あ、イベントで初披露して、はい、で、まあ、公開までもまだ時間ありますし、はい、うわっと盛り上がるトピックスになるんじゃないかなと思いますけども。そうですね、うん、そういう曲になってるといいんですけど、うん、
ゼガフェインの舞台になった舞浜の空をイメージして作った曲で、私なりにこう10年経ってゼガフェインっていうものがちょっと以前とはね、最初に出会った時とはやっぱりこう存在が変わっているので、なんかそういうところもこう曲の中に表現できたらいいなと思いながら一生懸命作ったんですけれど、あのアレンジのほがりくんもすごく頑張って、あのその弦のアレンジとかすごくめくるめく感じで作ってくれたので、なんか私の聞いた印象だったんですけども、君へ向かう光の時と比べると、音がその生音の方がフィーチャリングされてるような、ただ前回がそのエレクトニカの雰囲気からこうイントロから始まっていきましたけど、今回割とその秋野さんのピアノだったり、その弦舞台がこう前に立ってるような印象だったんですけど、あのアコギのカッティングから始まったりもしますので、もうどうしましょう、先に聴いていただいたりとかしちゃいますか。そうですね、聴いていただいた方がきっとこの会話のそうですね、そうですね、はい、アコギのカッティングから聴いていただけますでしょうか。まずはお聴きください、羽よ背中に。何もかも消えて曲でございました。わーパチパチパチいいですよ。ありがとうございます。ああ皆さんがですか。そうですそうです。今拍手が起こってますよ。そうですね、聞こえるようでございます。で先ほどちょっと空をイメージ、前半の空をイメージしてとおっしゃってくれましたけども、今回のこの曲、その、どういう景色だったり感情というものをイメージして作られたのかなという。そうですね、なんかやっぱりこうあの自分がいる今いる世界と本当の世界っていうか、なんていうか、あのイベントのパンフレットにも書かせていただいたんですけれど、中学生ぐらいの時に自分はいるここにいるんだけれどもいないような気がするみたいな、なんか錯覚じゃないけどそういうこう思いにとらわれたことがあって、この見てる世界って本当なんだろうかとか、今自分がいるって思ってることが果たして本当にそうなんだろうかっていうところに迷い込んだことがあって、ゼガペインの世界も割とそういう、こう葛藤みたいなものだったり抱えている人たちの物語なので、なんかこう行ったり来たりする思いっていうものと、そうですね、でも愛する人がいるとか、その大好きな友達がいる、その人たちのために生きるっていうような、なんかそういう強いものと、とその舞浜の青空なんかそういうものをイメージして、なんかちょっと力強い感じにしたいなと思って、自分にはあまりないっていうか、自分の中の精一杯のこう力強さで葛藤ギターとかが結構力強くその入ってる印象すごくありました、そうですね、
幻想的な空間だけじゃなくて生々しいところの、そうですね、本気出すぞみたいな あれが本気なんですね。そうですね、あそこで本気を表して、はい、いや逆にその前作の鬼面浮かぶ光と、うん、はい、今作の羽を背中にで、うん、その共通してる部分っていうか、うん、やっぱり、うん、光、うんうん、こう透明感のある光と、はい、こう水 の、うん、質感っていうんですかね、うん、それはなんか自分の中では、うん、こうキープされたままだったんですけど、はいはいはい、ちょっとでも気分がね変わったので、うんうん、だいぶ違う結果になったのかなっていう気はしますけど、うんうん、パッと聞いた印象は、まあ、デジタルサウンドの良さと、うんうんうん、生の中でも新井さんの中でもさらにちょっとこう荒っぽいというか、うんうん、荒っぽさもあるような、まあ、音だったとちょっと感じたんですけど、はい、結構そこはこう両極端だったのかなという。そうですね、うん、君へ向かう光の方はやっぱりこう、うん、ゼーガペインの入り口に立っていた感じで、うんうんうん羽を背中の方はやっぱりこう、うん、だいぶその世界に馴染んで、うん、気持ちが変わってああいう、うんうん、音になったのかなという気もします。まあ放送があって、うん、そこから10年経って、うん、10年経ったんで、まあ、やっぱり作品に対する解釈も少しそうですね、だいぶ違うのかなという気がします、うん、そんな感じでその君へ向かう光がどんな曲だったかを、はい、ちょっと聞いてます。これ僕が新井さんのファンになったきっかけの曲ですよ。そうですよね、はい、ありがとうございます、じゃあその西原さんと私をつないでくれた記念すべき曲君へ向かう光聴いてください。ですね、ありがとうございます。本当にいや懐かしいです、懐かしいですね、はい、そうですね、いろいろ思い出すことがあります。あ、はい、それはじゃあ後で聞かせてください。そうですね、ちょっとコーヒーじゃなくてやっぱアルコールが必要かもしれないですそうなんですか。じゃあお店閉めてからお伺いしたいと思います、ね、そんなところまで一度はなんかご一緒してみたいですけどぜひぜひで、ね、アルバムが、はい、もうほぼほぼ完成ですよね。今の時点でですね、うん、あとマスタリングを残すのみという状態です。いやね、リトルピアノプラス、はいね、新井さんの誕生日に発売をされるという、はいはい、記念すべき、はい、30周年記念の30周年記念アルバム、はい、ですけども、あ、でももうマスタリングを残すのみということはもう本当にね、はい、ほぼほぼこう90マスタリングって何パーセントぐらいなんですか、割合。そうですね、90%、95%ぐらいですかね、の完成ということで、うん、はい、あと 5% ぐらいの、はい、残すのみというところですけど、どうですかその今のそのここまで来ている心境的には。そうですね、うん、本当に、こうやって30周年っていう記念でっていうのも
あるし、うん、なんていうかアルバムを1枚作らせてもらえるっていうのが、うん、なんてありがたいことなのかなと。ね、あの作り終えてあとね 5% 残ってますけど、うん、あの本当になんかこんな30年もやってきて、そしてまたこんな1枚作らせてもらえて、うん、すごく嬉しいなっていうのが今の心境です。なんかあの、はい、ほっとされてる雰囲気がそうですね、はい、それは確かにあります。仲間にお会いした時よりもなんかね、ちょっと余裕のあるそうです、ね、あのオーラが出ておりますけど、終わってよかったっていうのもありますし。そうですね、うん、本当にできるかなっていうところから始まったので、そうなんですね。でなんかパッと横を見るとこれジャケットのイラストですか。そうです、あ、そうなんです、私あの描いた絵をデザイナーさんに、あのこうデザインしていただいて、見栄えがいいようにしていただいたっていう状態でこうなりました。素敵ですよこれはね、うん、あのなんか皆さんもどこかで見てるかもしれない、見ていただきたいです、ぜひこの私の拙い絵、うん、いやいやいや素敵じゃないですか、ね、でもこれあのこうね暗闇の中にピアノがふっと浮いていて、うん、でちょっと教会のような街並みが描かれてますけども、これってイメージというかそのインスピレーションというか、うん、はい、いやあの本当に何か、うん、あのあんまり構えると描けなくなっちゃうので、うん、これ段ボールに、はい、あのこうアクリル絵の具塗りたくって、はい、その上からあのピアノ描こうみたいな、街描こうみたいな、そういう感じで、あのあまり何も考えずに描いて、あ、じゃあこう微妙にこのピアノに木目みたいなのをついて、うん、そうです、縦に線が入ってるんです、はい、これ段ボール、段ボールなんですね。そうなんです。あら、でそれをこう切り取ってもらって、はい、でデザイナーさんにこう配置してもらったっていう状態ですね。あ、じゃあなんか版画みたいな、うん。うんのでもないのかな。あの、うん、それでね、絵をあのこう取り込んで、うん、こう切り取って、こう配置してもらったっていう感じで、そうですね、はい、版画ではないんですけど、はいはい、描いた絵なんです。描いた絵で、まあいろいろ組み合わせ て、 て、ね、うん、そうなんです。はい、でも僕パッと拝見した時に、うん、やっぱりちょっとヨーロッパ風の雰囲気を。そうですね、感じまして、なんかやっぱりどこか遠、うん、あの なぜか東ヨーロッパが、うん、旧ロシアとかにとても惹かれてしまうんですよね、うん、なんかそういうあのテイストがはい、はい、出てるかなと思います。ちょっとこう物悲しい雰囲気があるっていうところも、そうですね、ちょっとだけこうちょっとっていうかかなり寂しい感じが好きなんですね、やっぱり、うん、なるほどなるほど、あ、なんか同じヨーロッパでも西側だともうちょっと色彩が、うん、そうですね、もうちょっとこうキラキラキラと、うん、あのゴージャスになってくるんですけど、まあ、ドイツで言えばベルリンとか、うん、まあ、チェコとかポーランドとか の、はい、あの文化に惹かれる、はい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 、なんかそっち寄りな雰囲気が出るといいなっていうような感じでお願いして、はい、はい、へー、なんか僕この今回のアルバムの、はい、そのまあいろいろ他の曲も全曲聴かせていただいて、やっぱりなんかヨーロッパのテイストが、うん、いつもより多いのかなっていう感じで、うん、まあ、例えばイギリスの詩人のこの曲があったりとか、あ、はい、うん、まあ、私、まあ、言ってみればあのサンクシュアリアリスも、はい、モチーフは不思議の国のアリスで、まあ、イギリスの、はい、お話ですね元は、はい、っていうのをこうなんとなく感じつつ、なんかこうキラキラしたあのジャケットでサンクチュアリアリスが出てくるのと、こういう寂しいジャケットの中からサンクチュアリアリスが出てくるのはちょっと感じが違うかなっていう気がしますね。はいはいですよね。まあでもこれもともとね声優アーティストの結城葵さんに楽曲を提供したものを、
新井さんが今回セルフカバーをそうなんですしてるという、葵ちゃんのメリバっていう、はい、あのアルバムに入っている曲で、もともとは結城葵ちゃんの頭の中の世界があって、その前のアルバムと連動してこのメリバっていうあのアルバムができたんですけれども、私はそのメリバから関わらせてもらってるんですが、その葵ちゃんの頭の中にあるそのはっきりしたストーリーと世界観があって、なんていうんですか、すごくスムーズに私自身作ることができて、葵ちゃんの世界観というのはもちろん確固たるものがあるんですけれど、それが私の中にもあるっていう感覚があって、特にサンクチュアリアリスはこう自分でもできた瞬間から好きな曲だったんですね。できた時からセルフカバーしたいと思ってたんです。あ、なるほどね、はい、ちょっとお気に入りだったわけですね。そうなんですね、はいはいはい、歌ってみ自分で歌いたい曲だった。はいはい、葵ちゃんのサンクチュアリアリスはこうその世界の中に葵ちゃんが登場して、で葵ちゃんがその主人公になりきって歌ってるっていう感じなんですけれども、はいはいはい、私はやっぱりこうどっちかというと絵本を読んでいる、はいはいはい、語り部というか、読んでる人の、立場なのかなっていう感じで、そこ目線の変えている、うん、そうですね、なんか昔々みたいな、感じで歌ってるような感じです。はいはいはい、そうですよね。でこれねベースにクランボンのミトさんが入ってたりとか、はい、なんかそういう試みもされていたりして、葵ちゃんの楽曲の方は、割と打ち込みと弦だったんですけれども、はい、私のは今回そのリトルピアノということで自分のピアノをまず基本に置くっていうのをコンセプトにしたので、はい、このサンクチュアリアリスもピアノを弾き直して、はい、ピアノのデモっていうのを自分で弾き語りデモを作って、でホガリ君にアレンジし直してもらったんですけど、はいはい、それを聞いた時にホガリ君がベースは水戸さんにって思ったみたいで、水戸さんも君へ向かう光から聞いてくださってるっていうことで。あ、本当ですか。はい、なんかあれ偶然だけど嬉しいですね、ちょっと仲間がいた仲間を発見した、あの方はもうね、本当このアニメのことすごくお詳しいですから。そうなんですね、好きですしね、はい、そうなんです。だから本当に初めてお会いしたんですけれども、すごくいい感じ雰囲気で演奏していただけて、なんかなんていうかそこまで作ってたオケに水戸さんが入った瞬間に、もうまたすごい全然違うものに生まれ変わっていったっていう感じがして、でそれを聞いて歌を歌ったので、水戸さんのベースと私のデュエットみたいな感じに仕上がってるのかなすごいですね。いや、初参加ミュージシャン水戸さん良かったですね、なんか西原さんもどこかで参加されますか。いや、もうタンバリンすら危ないですね。じゃあちょっと聞いていただきましょうか。そうですね、はい、ではでは、サンクチュアリアリス。指も手も感じない。
の新しいアルバムリトルピアノプラスからサンクチュアリアリス聴いていただきました。11月20日どうされてますか？はい、11月20日ですか？空いてますよ。実はですね、はい、ここでお知らせさせていただきたいんですけれども、新井亜紀の初の野外ライブが決定いたしました。野外ライブおめでとうございます。はい、ありがとうございます。11月20日日曜日ですね、はい、ライブ2016リトルピアノプラスオンザウォーターと名付けまして、はい、水の上でライブします。水の上で、あ、リアルにリアルに、ですね、はい、上野恩賜公園野外ステージ水上音楽堂というところでですね、はい、会場3時半なんですけれども、開演は日没の時間を調べまして、それに合わせて4時半、はい、ちょっと中途半端な時間なんですけど、そう、4時半から始めさせていただこうと思っています。はい、じゃあで秋野さんは水の上でピアノを弾いてらっしゃる。浮かんでおりますので、ぜひ見に来ていただけたらと思います。本日ですね、今日7月16日より共同東京にて受付開始しておりますので、チケットですね、受付開始してます。詳しくは共同東京のホームページをご覧いただけたらと思います。はい、西原さんぜひいらしてください。はい、私もホームページを拝見します。ご案内いたしますので、はい、それとですね、もう一つありまして、まあ、先ほどもご紹介ずっとしていただいております西原さんに、私の誕生日8月21日に私のデビュー30周年の記念アルバムリトルピアノプラス発売になります。こちらの方皆さん、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。秋の Y、 あ、西原さん、はい、今日も本当にありがとうございました。楽しかったです。そろそろ締めてもいい、はい、あれ、あ、もうそんな時間ですか？はい、あれ、あ、そうだったんですね。この続きはまた、はい、そうですね、なんかアルバムのこととかね、まだ1曲しか聴いてないですし。そうですよね。はい、ちょっとまだお話ししたいことがいっぱいあるなと。そうか、コーヒーもまだ出してなかったです。本当ですね。すおいくらですか？そんなわけでですね、はい、本当に西原さん今日もありがとうございました。はい、また来ます。はい、もうね、すでに2回目にして常連さんですので、いやー、ね、なんか逆にちょっと心配にもなってきますけども、他にいないのかと、一、ね、人しか来ないんじゃないかと。いやちょっとここはもうぜひ通わせていただきたいなと思うので、ぜひぜひまた、はい、お願いします。お待ちしております。よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。喫茶秋のワール閉店のお時間になりました。皆さん良い夏をお過ごしください。それではまた、お相手は新井亜紀乃でした。